新しい景色を見に行こう。今は二国も賛同して、夢の大きさによって人はついてくるもんなんだ。本当選手の気持ちを分かってくれるというか、まあ、普段からのコミュニケーションもすごいし、ファミリーのような雰囲気を作ってくれたなと思っています。今こうやって時を経て本当に強いクラブになったなというふうに思います。夢を見させていただいて、夢を現実にしていただいて、そして未来を見せていただいたと僕たちは思っています。ありがとうございました。今までありがとうございました。これからも頑張ってください。頑張って戻ってきてください。チャーマンになっても野野さんらしく、頑張ってください。期待します。今までになかったチェアマン、新しいチェアマン像を期待しております。チェアマンになっても、日本のため、サッカー界のために、尽くしていただければと思います。野野さんのラジオが聞けなくなるので寂しいです。でもいつでも札幌で待ってるので頑張ってきてください。応援してます。野村さんが来てくださって、ついにサポーターや地域とパートナーとみんなで一緒にどうやっていったらコンサドールがもっと良くなるかということを常に発信して、常にこう私たちの目線に立って説明してくださって本当に嬉しかったです。どんな選手を海外から連れてきてもすごく強くしてくれたり、札幌に馴染ませてくれました。野野さんありがとうございました。こっちゃんは2001年野野さんがキャプテンやったね。一緒にやってます。1年目でいろいろ教えてもらったし尊敬してるので、これからも頑張ってください。今は社長で。社長です。札幌ですごくお世話になりました。これからも強くなりたいなと思ってます。なるほど。僕たち OB も含めてみんなでこの J リーグを盛り上げていこうというふうに思いますので、皆さんのためにも頑張りますので、よろしくお願いします。おめでとうございます。いつもお前には期待してるっていうふうに言ってくれて、ダメな時もそういう言葉を胸に頑張って期待に応えようと思って今までやってきました。これからも野野さんの期待に応えれるように僕は頑張ります。野野さんもチェアマンになって、いろいろ大変だと思いますが、J リーグをより良い方向に持っていってください。J リーグ全体が札幌のファミリーになって、本当札幌の皆さんが見ていて楽しいようなサッカーをまとめて作ってほしいなというふうに思います。なんか別れじゃないので、なんか、ね、心配するものですけど、とにかくどこにいても健康で日本サッカー界のために動いている野野さんをずっと見させてください。楽しみにしております。皆さんありがとうございました。本当に9年間本当に楽しかったです。
もっと楽しい北海道、それからコンサドーレになるように、引き続き皆さんで素晴らしい作品を作ってください。今日のゲームを、まあ、札幌側からすると本当残念でしたけど、 J リーグにとっては素晴らしいゲームをしたと思ってます。これを続けてもっともっと盛り上げていってください。期待してます。ありがとうございました。
また新しい景色を見に行きましょう。野々村会長、表彰台の前で再会しましょう。